これで、はい、どうも。
電球つけていいですか。あら、どうぞどうぞ。どうぞ。ください。何年ぶりですね。よかったですね。課長もいたのは何時に、まあ、どうだ。ああ、運転や。あ、そろそろ、あら、ちょっとどこでやるか。またのいや、うん、あら、来た。研究つけや、うん、またのまいや。昨日またほら市の宮崎にね、持ってきて、総合で毎年出しよったよ。あ、今年はどげんかわからんど、いやいや、わからんけどまだペースじゃないかしら。まああと1年かで、他はまだおじさんも一気がならんのかね。今年は92円でね。あと1年か。もう2人とも90、おばさんも90円でや。ねえ、長い腰で、お前でも迷惑かけたせんの。また。来年もお前のね、来年もお前のと面会ができるわというかさ、
ちょっと取材で。あ、ご苦労さんです。こんにちは。ご苦労さんです。何年ぶりかな。4年ぶり。はい。集中でいいかな。なんで、こんな感じで飲んできたんじゃろ。な6時頃かなって言われると思って、普通6時は寝るよ、ほら。どうぞ、ご苦労さんです。はい、初めて。初めてです。ゆっくりしね、あぐらかいて。慌てたってしようないかな。だいたい何年だ。まだ2年ぐらいですね。いやいや、回るのは。ああ、回るのは10件。ん ?5 件ぐらい。原田さんとこ行かんでるからね、うん、預かってるから、うん、はい、いや、困るやないかいや、はいはいうちはもう1000円だからあ1000円なんだ、まあまあ100円、200円のばっかりやないか、ぶら下がってるな100円のがなんぼかね、5つやろ、50円のが手袋は10円。200円。500円やな。
それであれして1000円やね。食べんな。取材はどこですか？個人の取材。あ、テレビじゃなくて、はい、個人の記録用で。どちらさんですか？あの、渡辺と言います。宮崎から。宮崎から。はい。酒があるぞ。油かけない。油を。全バタバタしたってダメやが。うん。俺もあんた晩酌せんで待っちゃったんじゃから、あんたたちは来るやろうと思って、うん、分からん。日本語で言わんね。初めてですか？初めてです。あ、そうね。はい。すごい経験させてもらって。班長は？電話したら、もう俺が行こうかなって言ったけど。あ、そうですか。うん。自分自分とこの方を回らねえかね、班長。10組ぐらいね、15組。10組ぐらいですね。10組ぐらい。そやな、あれ作ってるの見たら相当な数やから。うん、いっぱいです。私疲れた。おじいちゃんはちょっと待っとってね、うん、先にこっちのお客さん。あ、そちら。ありがとうございます。カラシはどうしようか。見たことだ、ごめんね。どうぞこっちで食べてください。一緒に座って。あの、お茶持ってきますから。はい、お茶持ってきます。どうぞ。カラシはどうします。箸も持ってきます。あ、カラシ。カラシ、ちょっとつけてやって、おじいちゃん。ね、ちょっと待ってくださいね。お茶持ってきますか。どうぞ。はい。食べください。はい。どうぞ。あ、箸を持ってこない。はい。失礼します。ごめんね、待ってね。箸を先に持ってきた。お茶を持ってあげなさい。はい、分かってます。どうぞ、食べて、飲んで。ゆっくりしては。いただきます。あ、どうぞ。うん、ゆっくり。はい、ありがとうございます。お茶持ってきますか。はい、うん、ありがとうございます。ご主人も加世田売りになったことあるんですか。いやいや。あ、こちらはないんですね。はい。いや、私が、これ私はあの、よそもんじゃから。は、山口からはこっち帰って。はい。それでですね、あの、三夜丸っていうところはですね、あの、昔の三夜丸の生まれっていうのは少ないんですよ。
何軒かしかないんですよ。苦いやろか。あ、大丈夫です。色がこんなんやろ。あ、いいです、いいです。あ、はい、すぐ持っていこう。それで、はい、何にもなくて、その、少年がですね、やっぱりなんかせなあかん、三夜丸っていうところを盛り上げないかんということで、少年が、田の神様を持ってきて、それで、それでこの加瀬田織っていうのを始めたわけです。だからですね、あんまり伝統は古くないんです。加瀬田織の伝統っていうのは。だから、そうですね、まだ新しいんで、内山君が会長なんですよね。加瀬田織の会長。だからもう、本当の加瀬田織っていうのは、あら、あの、山田とか庄内とか、うん、から高崎とかあの辺のところが昔からの頭がですね、うん、伝統料理でやっちゃって三夜原はもう本当の何て言うんですかね、まあ次男坊とか三男坊とかっていうのがここに屋敷で作ってるで寄せ集めなんですよ。でそれをやっぱり総年がそのなんとかそのまああるしてまあまあ伝統行事を作ろうということでですね作ってこういうようなことを始めたわけですね。で日は浅いんです、うん、私もあの総年じゃないからですね。はまあよそから帰ってきて60でここを帰ってきたんです。定年になってですね。で、ここに住み着いて、それで一番最初、公民館の会計をさせられて、それから、館長を、公民館長ですね、5年しました。そして、ボランティアの会長をやって、で高齢者の会長をやって、で、これ、会長引き受けたですね、まあ、後がおらんでですよね。まだ俺から、ん？もう10年、うん。私もう93なんですよ。もうで、あと、なんとかしようと思ってるけどですね、なかなか、少年の方がいっぱい若手はおるけど、まあ、やっぱ、なんたって、60まで、その、あれですよ、仕事があるですよ。で70になってもそのやっぱり仕事持ちやからですね。で館長もですね館長も見つけられないんですよ、なかなか。今亀田館長がもう今年で辞めるって言ってですね言われるから、まあなんとかして館長は見つけたですけどですね、まず副館長を見つけなきゃいけないわけですよ。まあ今別府議員が一人副館長しとるけど、まあ、一人副館長見つけないかもわけです。またそれも今選考に難儀してなかなか見つからんでですね、うん、うん、なかなか見つからんで、今やっぱ仕事をみんな持っちゃうんですがね、70になっても仕事をするしですね。でやっぱり館長ですね、やっぱ私はもう言うんだけど、館長の手当を上げてやらねえかわけですよ。なんて言うんですかね、やっぱ、うん、地域のやっぱりあの館長さんとか、それから市役所定年になったぐらいの10万円ぐらいの月の10万円ぐらいになるぐらいな、そういうぐらいの手当を、まあ、金で雇うと言うとはおかしいけどですね、やっぱり それぐらいせんとですね、まあ、館長はなりてもわからないと思うね。やっぱ最低、私は最低80万ぐらい年間やらんとですよ、まあ、ちょっと無理じゃないかなと思うんだけど、なかなか公民館のなりて会の公民館に入りても少ないし、うん、今ですね難しいのがですよ。すみません、あのあちらをもう
やり取りをいただいて、いやいや、まだもう決まったんです、まだ伸び方当たりなんです、食べて飲んで、うん、それで原田さんがですね、こけて肋骨ひびが入っちゃって、今ちょっといろんな今出られんわけで、来てもらってもその対応ができんからって言って、で、なんとかして預かってくれんやろかって言って、いや、さあもう僕は預かって、うん、一番いいのもらってきちゃうからって言って言って預かっちゃうから、ああ、まあ持っていくからね、どうぞ食べて飲んで、あんたお店にしちゃ大変だろうしょうがない、私が運転していく飲む？おでんが美味しいですね、うん、美味しいですね。旦那さん、ご主人が作られたの？は、手作りですか、うん、私はぬくめるだけでぬくめるだけですか、来たらお皿に入れて持ってこいって言われてるから、そうしたら来たのはいいけど、ねえ、慌てるのよ、ここに何あるの、もうそれごとよ、空き場とこまあ、お店ではゆっくり食べて、まだ指示だし、うん、一晩中でかかって回れるんだから、うん、ありがとうございました。確かに飲むで。あ、です。でです。はい。はいはいはい、どうぞ。はい。わあ、来た。ママ。何年か、うん、
お払いしよって。のぎゃんの、のぎゃんの、のぎゃんでこっとこ、あ、これか、うん、ぜお払いしてくれた。全部消しとほら。どうも、ありがとうございました。はい。どうも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 。